皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、営業はアプローチと諦めない心というテーマでお届けいたします。ここ数ヶ月、新規クライアントを開拓するために、業務提携している A 社と合同でテレアポを行っています。何を今更テレアポだと思った方もいるでしょう。弊社にもよくテレアポの電話がかかってきます。よく訓練されてはいますが、いかにもカンペをそのまま読んでいる女性が多いようです。話はうまく縦板に水といった感じです。弊社にテレアポの電話をかけてくる業種は、投資、新聞広告、銀行などです。中でもすごいと思うのは銀行です。年に数回定期的に電話をかけてきて、金融商品や融資の案内をします。資料を送ってくれだの、詳しい話が聞きたいだの、積極的に私は質問をしたことがありませんが、初めて銀行から融資を受けたときは、よく電話がかかってきたのを覚えていたので、私が問い合わせをしました。このように一回きりのテレアポでは忘れてしまいますが、定期的にテレアポの電話がかかってくると、いざ必要になった時は真っ先に思い出すものです。改めてそのことを思い知らされました。私の知り合いでテレアポがかかってくると、忙しいからというような理由で電話を切るのではなく、あえてどのようなトークをするのか、しばらく付き合っている人がいます。考えようによっては大変勉強になるかと思います。相手は練習を積んだ強者ですから、参考になるスクリプトはたくさんあると思います。今日の本物の商売を目指すポイントです。さて、A 社と一緒に取り組んでいるテレアポですが、あまりにも好調にアポイントが取れるので、正直なところ驚いています。もちろん、テレフォンアポインターの実力です。このテレフォンアポインターは女性で、私も見学させてもらったことがありますが、とにかくアポ取りの名人です。すごいの一言です。営業で一番難しいのは見込み客の発見とアポイントを取ることです。営業マンとしてはこれら二つの仕事がなくなっただけで商談のみに専念できるでしょう。そもそも見込み客探し、アポイント取り、商談クロージング契約の一連の流れを一人の営業マンがこなすのは非常に大変です。お客様にしてみれば、最初から最後まで同じ営業マンが担当ですから安心です。当然それなりの人間関係も築くことができます。ですが、企業側からすると営業マン一人の負担を考えると分業制にした方が労働環境はずっと良くなるでしょう。そうでなくとも営業をやりたいという若い人が少ないご時世です。少しでも労働環境を良くしたいというのが経営者の本音です。さて、営業でもう一つ重要なことがあります。それはどんなに不利な状況に追い詰められても、決して諦めないということです。お客様が断る理由ばかりを言う、競合がいる、提案を気に入ってもらえない、クレームなど、営業マンがピンチに落ちるシーンは多々あります。諦めるのは簡単ですが、それでは芸がありません。昔から営業は断られてからが勝負とよく言われます。特にテレアポや飛び込み営業は相手に強いニーズもウォンツもないことがほとんどです。ですから断られて当たり前。そこを突破するのが営業の面白さと言っても過言ではありません。商談は相手にニーズやウォンツを発生させて、自社商品やサービスでそれを解決、実現できるかをマッチングさせるのが仕事です。一筋縄にいかないことがほとんどでしょう。効率を求めるなら、そもそもニーズもウォンツもない見込み客と商談するのはアウトです。ですが、そんなに都合の良い見込み客がどれほどいるでしょうか。一昔前なら考えられますが、今はどんどん難しくなってきました。根気強く、粘り強く、労力と時間をかけなければ受注できない時代です。それだけ努力のやりがいがあり、面白い時代とも言えるでしょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。